ご視聴ありがとうございます。今日の動画は、祝31歳ということで、ただ寿司を食べたり、プレゼントをあげたりする動画をしたいと思います。まずはね、プレゼントから行くんですけど、今回は、ディオール様をいただきました。箱の中にまた袋が入ってるんですね。これが本体ですね。本体の中身、ディオール様。なんか、初めてかも、こうやってさ、人からさ、いや、ディオール様とかさ、私友達いないから、こうやってもらうことがないからさ。あげたいと思います。ディオール様。何なんだろう、ディオール様。見当がつかないし、なんか固く結んでると思ったら気のせいだ。ヘアミストだ。ミス・ディオール・ヘアミスト。でも、英語で書いてあって、なんて書いてあるかわかんないんですけど。ディオール様のヘアミスト。なんか見たことない気がする。いろんなさ、美容系さんのとか見てるけどさ、おはじめまし。なんか、使わず取っときそう。なんかさ、こういうのもったいなくてさ、なんかめっちゃディオール様っていう感じの風貌ですね。使えないわ、もったいなさすぎて。こうやって、なんか、絵が載ってるんだけど、後ろにね。よーく見る。飾っとくわ、これ。なんか使えないわ。逆に高級すぎると、私使えないんだよ、逆に。だから、いつだかの 誕生日らへん、誕生日過ぎちゃったんだけど、そう、送っていただいたね。去年バイバイしちゃった、あれ、チーク。2、3年ぐらい眠ってた。引き出しに。ぐらいさ、飾りたいと思います。なんかさ、使えないわ。確かにこういうの買わないわ。つうか、買えないっつうかさ、匂いだけかも。なんかディオールだからさ、いい匂いするね。つうか、どうやって開けんの、これ。開かないんだけど。なんか多分、女の子みたいな、多分匂いがするんだろうと思う。今年はこれをいただきました。ディオール様だからさ、なんかリップとかっていうイメージだったけど、確かに、リップとか、化粧品を買うかもしんないけど、確かにこういうの買わないと思う。そう。いただきました。なんか紙袋も使えるわ。いや、去年もらったさ、フルラのやつも使わずあそこに置いてあるんだけど。ディオール様。なんかさ、香水は見たことあるけど、ヘアミストってなんか使ってる方いい？なんか私が見てる範囲ではいなかった気がする。で、乾杯は。これさ、前にも言ったかな。ヨークベニマルで売ってた、去年は。しかし、12月22日行きました。他のね、シャンパンは売ってたんですけど、なくて、シャンペン。なくて、ローソンなら売ってると、マミーがね、言っていて、ローソンにありました。で、20、あ、違う、21日に行って、22日に、遠出した帰りの、新田木の、ローソンに行ったら、確かにあった。一種類だけ、これじゃない、緑の方っていうか白い方。なくて、で、たまたま、私、クレジットカードを作って、
ったっつうか、まあまあまあ ETC カードを作ったら、まあ一緒についてきたい。でそのカードの支払いが私が指定した口座じゃなくて別な口座になっててっていうことを気がついて、そのお金入ってる口座からもう支払いメインつか引き落としの携帯代とか、まあ丸々代が引き落とされる方になってて、それを前の日の日曜日に行ったんだけどさ、ATM ってさ、なぜか私が前 ATM で落とした時、まあ50万を2回だから100万円落とせたんだけど、日曜日だったからなのか法制が変わったのか50万しか下ろせなくて、で泣く泣く次の日だったらさ、普通に月曜日だからさ空いてんじゃんって思ったんですけど、まあとにかくせっかちな私はその日に行かなきゃいけないって思って日曜日に行って、でまあお金130万円をさその引き落としの口座に入れ、そうだから次の日行って何気なく、あ、ローソンって思って、もしかしたらそこのローソン店舗が違えばさ売ってるものもさ違うかもしんないと思って寄った、あそこの四つ葉のローソンにありました、買いました。私が買った方かマミーから1本もらった方かどっちか分かんないんですけど、はい、あげたいと思います。そう、この時期しかこれ売ってなくて、この時期しか売ってないんです、私のシャンペーンですね。ほぼほぼさ、コップ2人前はこれよりでかいボトルもあるんですよ。これちっちゃいボトルなんですけど、はい、乾杯みたいな、お一人様ですけど、うまい。好きな人と嫌いな人、はい、準備しました。お吸い物足りるかな、ちょっとなんかちょっとまあ薄いけど、まあまあこんなもんでしょ。なんか病人食みたいな味になったけど、なんかもうぬるいのに足すのもあれだし、醤油、どういうちゃん、なんかさ、なんか時間帯があれだったせいかさ、つうか朝起きたのも9時過ぎだったからさ、まあだいたいご飯10時になるじゃん、まあいろいろとさ車に使うやつとか心の友達とか買ってたら、まあ仕事に行った時間とそんなに変わんない時間になったっつうね。ナムルちゃんでしょ。なんかさ味も大してなかったから、炙りチキンでしょ、お寿司、なんかとびっこみたいなやつなってるからさそんなに傾けられないんですけど、まあこういう感じのラインナップ。ケーキはトライアルでチョコレートケーキ買ったんだけどさ、まあいちごケーキだったけど若干今日買った方がお得だったんじゃねみたいなのはありました。うん、ナムル、うん、おいしい。なんかとびっこちゃん最高感、なんかさ
そう。私さ、31日さ、いつもカップ寿司頼んでんの。それをな、いや5人前で、いやクリスマスの時は頼んだんだけど、5人前で6000円だったんよ。まあ限、まあその私が頼んだ冬限定の方が好きなメニューが入ってるからで、でスーパーで買った方が安いんじゃないかなと思って買ったは良かったん。4人前で300円高かったっていうね、っていう話ですよ。失敗したっていうね。とびっこちゃんから、とびっこちゃんなのかいくらちゃんなのかわかんないけど、いくらみたいな、とびっこちゃんみたいなやつ、はい、いきます。うん、うん、うん、なんかよくわかんないけど、ただブチブチしてるなっていう印象でした。エビ1、エビ2か、エビ3個入ってるんやけど、はい、エビいきます。部屋が寒い。まあ3、まあ13度なんだけどね。まあ足はこたつなんですけど。うん。何行こうかな。私昨日行数に、まあ7時半8時で終わるんだけど、そこの行数がほとんど何もなくて、ティラミスといちごケーキみたいなやつと、ごぼうと、ごぼうのなんつうかきんぴら炒め的なやつと、あと私も買ったんだけど、あの明太子パスタみたいなやつの大小しかなくてさ、なんか物がなくてガラガラみたいな。あと私行数で気になってた、インスタで見て気になってたから買おうかなと思ってた、あれ台湾カステラなかった。次何行こうかな。サーモン、あ、これはわさび入ってない、あれに、ヨークのは入ってたんだよ、わさび。
リカちゃん。なんある。ネギトロ。最後に虫エビちゃんにしようかな。あ、痛い。思いっきり噛んだ。思いっきり今やったわ。痛っ。マジ地味に痛い。またエビちゃんいきます。虫エビはなんか絶対なんかお寿司屋さんつうか
食べちゃうもんな。ナムルちゃん、まあ最悪夜とか明日とか食べればいいか。あ、また1分。おみっきりやったな。あ、いや、このチキンとあれは夜とか明日とかに食べて。なんか赤ワインみたいだよね。で、お茶つかさ、ほうじ茶なのになんか緑茶みたいな色してんのよ。ケーキをいきたいと思います。よく2つで1個みたいな、ショコラトル、ショコラトルテケーキ山崎、なんか見たことあるようなやつ、昨日トライアルで買いました。300、1人で2個食べたいと思います。1個目いきたいと思います。なんかちっちゃいスプーンがなかったんで、なんかカレー食べるスプーンみたいなやつにしました。うん、久しぶりにこれ食べたけど美味しい。私注射の時は自分を甘やかしてるんですよ。今月は4日だったんですけど、時に工事コーナーのチーズケーキがたまたま割引されてたので、それを食べました。私ゼラチンって買わなかったっけ。
味しい。やっぱさ、あの日焼け止めの詰めてないし、50ばっかしかない日焼け止め、この季節に50なんていらないと思うんだけどって思うんだけど、なんかさ、詰め替えあるやつでも50って思うけど、結局さ、50になっても塗り返さないとさ、意味ないしさ。まあこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバイ。